はい、それではね、今日はお久しぶりですどうですけども、お風呂に入る時のね、注意点についてね、お話しさせていただきたいと思います。特にと言われたら、真冬とかがね、一番お風呂で亡くなる方とかって実は多かったりするんですね。それでちょっと注意点としてね、ちょっと動画を上げてみたいと思います。ね、で今日はって言ったら、お風呂に入る時の注意点ってことですよね。本当にね、よくなくなる、家の中でね、よくなくなるところの場所って言ったらお風呂かトイレなんかが多いんですね。まずお風呂からいきますね。なんでね、お風呂でなくなる方が多いんかって言ったら、ちょっとね、血管の病気をね、持ってらっしゃる方は特にね、気をつけた方がいいかなと思いますね。血管って言ったらね、血液が流れるんですけども、年取ると誰でもね、血管って硬くなったりドロドロになりやすいんですよね。だから血の流れを良くするものを普段から食べておいてほしいっていうのは実はあったりしますね。血流を良くするものとしては玉ねぎとかね、背の青いお魚類とかね、トマトとかもそうなんですね。で、漢方でいけばね、また血流を良くするような生薬ってありますね。タンジンとかね、赤尺とかボタンビとか鮮球とかね、そういった陶器とかもそうですね。そういった生薬が入っているもので、血流を良くするようなものをね、いろいろその方にチョイスしていくんですけどもね、特に言ったら、この血管がドロドロしやすい方はね、お風呂に入る時と脱衣場の時っていうのがあるんですけども、この脱衣所がね、むちゃくちゃ冷えるんですよ。寒いんですよね。だからね、脱衣所にちょっとストーブとかね、置いとくね、でボタンピッて押しとったらね、暖かくなりますよね。で、温度差をね、お風呂場は暖かいけども脱衣所は寒いっていうので、お風呂入る前はゾクゾクしてね、着替えてお風呂入ったらちょっと温まりますよね。温まった後もう一回こっちへ行って服着ますよね。拭いたりとかしてね、その時にも温度差が急にね、暖かいとか寒いとこ行くと血管がキュッと細くなるんですよね、縮むんですよね。そうするとプチッといっちゃう方がやっぱし、いるんですよね。で、脱衣所、これね、あんまり寒くしないこと、暖かくしとくこと、ね、これ大事です。で、温度差っていうのがむちゃくちゃ大事です。特に血圧高い方とかね、糖尿病とか高脂血症、痛風なんかもそう。これ全部この4つの病気って全部血管がドロドロになってるから、血流を良くするとか血管を強くするようなね、漢方薬がありますから、そういったのをね、飲んでるとなりにくいっていうのもあります。で、病院でね、数値を下げるお薬もらってる方いると思います。数値下げても血流は良くなりませんのでね、そこは食事とかで改善するっていうふうにしていった方がいいかと思います。で、次注意点2つ目ね、これ冷水とか熱すぎるっていうね、もう冷たいのがめっちゃ好きやねんね、特にサウナとかね、大好きな方とかいますよね。あとね、すごい人なんかみそぎって言ってね、真冬でもね、水バシャーってかぶるわけですよね。私絶対無理なんですけども、あれで身をそぐっていうかな、自分の自我とかね、傲慢さとか自分中心の考えを手放すためにってんでね、みそぎっていうのをされる方いらっしゃるんですね。私はその方はすごいなって本当思います。私足にちょんって触るだけでおーおーってなるんですよね。銭湯とか行くとよくね、サウナの隣にね、だいたい冷水のね、冷たいお風呂がありますけども、あれ足ちょっと入れるだけでも無理なんですよね。手触るだけでも無理って感じやねんけど、中には潜ってる人とかいるんですよね、あの冷水の中ね。すごいなって本当に思いますけども、ね、特に心臓弱い方はね、ちょっと危険です。心臓がピュッて止まっちゃうと本当おだぶつになっちゃうんですよね。で、あともうね、足つけるだけやけど痛いってなりますからね、私は特にそうで、入りすぎるともちろん冷えすぎるからね、風邪ひきますからね。で、もう無理なことはあんまりしない方がいいです。めっちゃ元気やし大好きっていう方はいいんでしょうけどもね、ここは好き嫌いあると思います。あと暑すぎるね、もう42度3度がもう暑いっていうのが好きっていう方いるんですけども、人の好みなんですけどもね、ちょっとお風呂ってね、リラックスする場所でもあったりするから、その方の一人暮らしでね、その方しか入らない
でそれが好きっていう方はまあいいんでしょうけども、まあ、家族みんながいる時はね、まあ、ちょっとぬるま湯ぐらいの方が、うん、いいんじゃないかなと思います。お風呂ってね案外使ったことリラックスできたりとかね、特にあの仕事とかね学校とか行って頑張ってくるわけですよね。で頑張る神経のことを交感神経って言うんですけども、でリラックスする方の神経をね副交感神経って言うんですよね。寝るとかね、あとお風呂に入ってゆっくりするとかね、リラックスするっていうのでも使ってもらった方がいいんじゃないかなと思います。これ熱すぎるのが入るとね余計にカーって興奮してね、余計頑張る神経が、ね、活発になってね休む暇がないみたいな方がいるんですよね。余計血圧も高くなったりとかねして疲れが取れなかったりしますからね、まあ好みもあるでしょうけど、まあ一応気をつけておいた方がいいのはやけどね、もう麻痺しちゃうとね良くないから、あとのぼせるんですよね。でのぼせてあと鼻血が出る方もいると思います。特に若い子ですよね、学生さんとかもそうですよね。私もそうだったんです。だいたい10代20代なんかね、熱いお風呂入るともう鼻血がダーって出てくるんですよね。熱がこもっちゃうわけですよね。それはちょっと冷やすっていう風にした方がいいんですけども、あんまり熱すぎない方がいいと思いますね。でね、うん、まあ、この冷たすぎと熱すぎじゃなくて中間の中庸っていうのですよね、うん、まあ30度後半38度ぐらいから40度ぐらいでちょっとゆっくり10分ぐらいとかでもゆっくり入るぐらいの方がいいと思います。で私はさらに奥の手を使うんですけども、まあ、あの水素風呂って言ってね、あの水素をブクブクさせてお風呂に入ることによってね、あの毛細血管までね、あの血流良くさせたりとか、冷えすぎないとかね、特に冬場なんかそうですよね、温まった後すぐ冷えたりするんですけども、そういうのをね、あの経皮吸収って言って皮膚の細胞からね水素をね、あの取り込むんですよね、外から中へ。そうすることによって毛細血管っていって細い血管まで血流良くさせていったりとかね、そういうのを期待して、あの、まあ、こういう水素風呂っていうのをね使ったりしています。これはレンタルでね、もし希望者がいればあの紹介はできます。でその日のうちに渡すこともできますからね。であとそうそう、あと注意してほしいのはここですよね。まあお風呂入るとシャンプーとかリンスとかゴシゴシしますよね。でゴシゴシしすぎるとね、もう力いっぱいやる人いるんですけども、角質っていうのが削ぎ落とされちゃうんですよね。で痛いってなる方もいると思います。ひどい人はひどいっていうか、まあ、すごい人はなんかたわしでねガーって寒風摩擦とかやってる方いますけども、私はあんまりそれ進めないんですよね。あの自分のバリア機能をね剥ぎ取っちゃうんですよね。でシャンプーとかリンスとかボディーソープの中にもね実は酸性の強いものが入ってたりとかするから、肌が荒れてきたりお風呂上がりに痒くなる方っていませんかね。まあ何が原因かってこれですね、界面活性剤っていうのが入ってますね。だから界面活性剤の入っていないシャンプーとかもありますね。あのシルクだけで作ってるようなシャンプーとかリンスとかね、まあ、ボディーソープみたいなのもあったりします。私が使うんだったらそっちのシルクだけが入ってるようなやつを使います。ちょっと若干値段高いんですけども、まあ体のことを思ったらねいいかなと思います。であとは経皮毒ですよね。経皮毒って皮膚からこういうね、まあ、界面活性剤とか塩酸みたいなものですよね、酸性のちょっと強いものが皮膚の中から皮膚に入ってくるんですよね。そうするとね病気になりやすいです。で経皮毒っていう本も出てますからね、ちょっと興味ある方は読んだ方がいいかもしれない、うん、まあ、とりあえずあのお風呂上がりに、ね、シャンプーとかリンスとかしてね、皮が剥がれてきますからね、バリア機能が剥がれてきます、表皮細胞っていうのがね。で痒くなるっていう方はちょっと使わない、もうお水だけで洗うとかでもいいかもしれません。そんな汚れてなかったりするからね、うん、まあ特に困ってるなとか痒くなるとか調子悪くなるっていうね、皮膚で調子悪くなる方はあんまりこういうのを使わない方がいいかもしれないです。あとやりすぎて余計にね髪の毛抜けていったりとかね、まあ、私も人のこと言えませんけどもね。あとは皮膚炎でねトラブル方は本当ここちょっと見直した方がいいかもしれません。でお風呂上がりはまあ化粧水とかねローションとかクリームちょっとまあ塗る方もいると思います、うん、それはそれで皮膚の保護にはなるからねいいと思います。まあ大体もうざっくりとねこの3つぐらい押さえといてもらったらいいです。でちょっとねここの赤のポチがあるけどもこれなんだろうってね、まあ、気になってる方もいるかと思いますね。最後に持ってきたんですよ、この丸の中ね何が入るかなって思って
ね、まあ考えてほしいんですけども、何が入ると思います？何々次第、何々2文字、漢字2文字です、ね、何かというか、まずここ、まあ、こう大か小か、ね、大もしくは小が入ります、文字ね、どっちでもいけます。その次はって言ったらここね、まあ便が入りますね、まあ、おしっこしないとかうんちしないってことですよね。まあ、お風呂もね、まあ、水を使うんでね、汚れすぎるとね、実はね、波動が下がったりとか運気が下がってくるわけなんですよね。でまああったかいお風呂に入るでしょ、なんかリラックスするからホッとしてね、もうおしっこシャーッとしちゃう方もね、まあいるかと思います。特にお子さんとかもそうやし、まあ大人になってもね、もう癖でなってもうやってるっていう方もいるかもしれないけども、うん、まあ極力ね、浴槽では、ね、家族がいる場合は特にそうやらない方がいいよね。まだね、洗ってるところでやる方がまだいいかもしれないですよね。でまあ大便の方もね、もう我慢できなくてシャーっていう下痢の方とかはね、やったことある方もいると思います。まあ私も経験両方あるからね、まあ言ってるんですけども、まあやったらちゃんと掃除はした方がいいですよね。というわけでね、まあ、お家はここでした。うん、まあ本当大事なのはここですよね。まずちょっと脱衣所、あんまり冷やさないようにってことね。うん、あとこれ極端な、もう暑すぎるとか寒すぎるはやりすぎるとね、大体体調崩します、病気になります。あと人工的に作ってるようなね、こういうもうね、シャンプーとかリンスとか石鹸ね、やりすぎると自分のバリア機能を取っていって余計病気になりますよってことですよね。あとおしっことうんちはね、トイレでしましょうってことです。はい、ではね、今日も見ていただきましてありがとうございます、ね、また次回の動画でお会いしましょう。ではさようなら。